はい、こんにちは。酒とロックとうんちくが大好きなスピーチおじさんのライドと申します。ベストヒットライドでやらせてもらってますけども、すいません。物もらいになってしまったので、お見苦しいのでサングラスでやらせてもらおうかなと思ってるので、これご了承くださいっていうことで、すいません。今回なんですけど、前も何回か見たんですけど、2.5 次元のね、話なんですよ。で、2.5 次元というか僕個人的には、刀剣乱舞って思ってしまうんですけど、その刀剣乱舞の、例えばミュージカルとか、映画とかの、まあ役をやってる本人の恋愛占いとかね、そういうのをやろうかなと思ってるんですけども、刀剣乱舞の中のキャラクターの刀の中で、ニッカリアオエっていう刀なんですね。で、その役をやってる、荒木博文さんって方ですね。その人の今後とか恋愛運なんかを占ってみようかなっていうお話です。でまずはその荒木さんの前にニッカリアオエの話からなんですけど、ニッカリアオエっていうのは、南北朝時代のね、備中青江派っていう、まあ、割と名門な刀工っていうんですかね、刀工の集団ですね。の中の、その、作られた刀なんですね。で、これは今、大脇出しってなってるんですけど、まあ、刀っていうのはもう一番長いのは、太刀ってよく時代劇なんとか、大河ドラマとかでガン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 やったら太刀っていうやつなんですけど、あれは本当は実は、そこまで実践、長すぎて実践的じゃないって言われてて、それより、その次に、まあ、それ若干短いのが脇差しって言うんですよね。そっちの方がまあ実践的って言われてて、まあ、それの割と脇差しでも割と大きいっていう、大きい脇差しなんでしょうね。大脇差しっていうぐらいなんで。で、ニッカリアオエってね、変な名前じゃないですか。まあ、だから、刀って何回もね、この 2.5 次元の時に、説明してるんですけど、名物っていうね、その名門の刀には割とこうあだ名がつくわけですよ。由緒正しい刀っていうのは。なので、その青江っていう、その刀工の青江さんが作ったね、刀なんですけど、青江の刀ってのいっぱいあるわけで、その中でも一個一個その有名な将軍が持つと、そこになんかもう敬意を表して、あだ名をつけると。それがニッカリアオエっていう今回の刀なんですけど、ある武士が、その、夜道を歩いてたら、ニッカリ、まあニッカリってね、もうなんかそういういい言葉ですよね。ニッカリ笑う女の幽霊と出会ったんですって。それをもう叩き切ったと。そして次の朝に見てみたら、そこにあったのは幽霊じゃなく石塔ですよね。石で作られた塔ですね。それが真っ二つに割れていた。だからね、すごいことですよね。石をこう叩き切るわけだから。まあそういう切れ味の鋭い刀ということで、そういう伝説が残ってる。それが由来となって、ニッカリアオエっていう名前なんですね。で、その武士の方から、柴田勝家のね、武将に渡ったんですね。で、柴田勝家で柴田家のものになって、そのまま息子の柴田勝利に渡ったのかな。まあ、戦があって破れて、その刀が渡りに渡って、今度は豊臣秀吉の元に渡ったと。で、豊臣秀吉から、讃岐の丸亀藩主である京極家ってところに渡っていって、現在は京極家からも離れてね、丸亀のその地元の丸亀市の資料館に重要文化財、重要美術品かに認定されて、所蔵されているんですって。でね、江戸時代に本阿弥ってね、前々ちょっと説明したかもしれないですけど、本阿弥家っていうのがあるんですよ。まあだからその鑑定士ですね。日本初の鑑定士なんですよ。その本阿弥家っていうのが、だいたいこう本阿弥家がついたその紙折り紙っていうね、折り紙付きっていうその折り紙、鑑定書があって、それがついてると、その刀ものすごく値が上がるわけですよ。宝物として昔からね。戦国時代からそうなんですけど、それが江戸時代に、ね、本阿弥家によって鑑定されたら、無題っていうね、命名されたというか、鑑定された。無題ってのは、要するに、代金がないっていう、要するにね、もう、お金じゃ買えないぐらい、いくらつけたらいいかわからないっていうぐらいの価値度あるもんだっていうことなんですよね。それぐらい素晴らしい、ニッカリアオエっていうのは刀なんですけど、僕も一回ね、ニッカリアオエはもちろんないんですけど、青江っていうね、青江の刀は、一回触らせてもらったことがあるんですけど、なんですかね。やっぱり、僕はよくわかんないんですけど、なんかこう、荘厳な感じはね、しますよね、やっぱり。青江派のね、青江の刀だっていうだけでも、もうなんていうんですかね、もう、心が
もう、こうね、こう入っちゃうんで、おおっていう感じになってしまうので、緊張した覚えはありますけど。まあ、そういう実家でをやってたのが、荒木博文さんって方で、1983年の6月14日生まれで、D-Date って言うんですかね、のリーダー。なんかその歌のね、グループなんですね、のリーダーをやってるんですよね。で、2005年に実写映画テニスの王子様にて、これでデビューしたのかな？で、2014年には私のホストちゃん。2015年にはネクストステージでソロデビュー。要するに、ここで歌手としてソロデビューも果たしてるってことですね。で、2017年にはミュージカル刀剣乱舞でニッカリアオエをそこから始めてやると。で、そんな荒木博文さんの持つ特性なんですけど、ところが自分の世界があって、まあ、こだわりのある人ですね。で、自分が思った通りに今年は自分が思った通りに儲け稼ぐ時期なので、あらゆることに柔軟に対応していくと、うまくいきますよ。その方が望ましいですよっていう年です。で、荒木さんの恋愛運なんですけど、今ね、恋愛運がね、上がってる最中で、来年とかピークにいいんですよ。なので、運命の出会いは、まあ、来年かなーなんて思うので、そこを逃してしばらくの上で来年が、一番いい年なのかなーなんて思ってます。ということで、また、2.5 次元の話。あと、刀剣乱舞なんで、刀についても、ガリアオエについて語ってみたみたいな話なんですけど、まあそういう話も、好きなので、もしなんかリクエストだったら、言ってください、遠慮なく。では、チャンネル登録の方よろしくお願いします。